特集です。階段や坂道を歩くことができる義足が長崎市で開発されました。その技術にかける思いを取材しました。佐世保市の中村義正さん、100メートルを21秒台で走る義足のランナーです。県障害者スポーツ大会には毎年出場していて、全国の舞台も経験しました。重く感じないし、衝撃力が少ないね。走りやすい。安心感があるのね。この足で踏んだ時に。使っている義足は、従来より2割程度軽い重さ 1050g。国の支援事業で作られました。長崎市の福祉用具メーカー、長崎かなえ。ナルミンって言いますね。この内部構造のよりコンパクトに短時間で設計することができましたね。だから一気にこれは小さくなりました。まあ、物も軽くなりました。腹っていうのが入ってきましてね。これを専用にやってくれたんですよ、開発をね。まあ、急速にいいものができましたよね。開発の中心を担ったのが原義則さん、38歳です。設計から組み立てまで一連の工程を手掛けました。全てのナルミンに任せてもらったので、なんとか形にしたと頑張ってきましたね。坂階段で転ぶとかね、歩けないとか、それをなんとかしなきゃいけないっていうのがありましてね。頑張れません。こういう形ですね。一般的な義足は膝に体重をかけると壊れてしまうため、坂道や階段を上り下りする際は膝を伸ばして動かさなければいけません。しかしつま先をここに置いてから体重をかけるともう6分、この時点で体重を全てかけて上げれるわけですね。これが一番ってことですね。これが自分の好きな角度で止めれますんで。ナルニーは膝を曲げても体重を支えることができ、両足を交互に使って階段や坂道を歩くことができます。これ油圧シリンダーがありますですね。つま先をつくか、かかとをつくか、宙に浮くかっていう3つのモードの切り替えがあります。それをうまく自分の体の一部として使いこなすことによって柔軟な動きができるんです。最初は慣れがいりますので、正確にクリアしてもらえればみんな使えると思いますので。原さんが訪れたのは長崎大学工学部。石松隆和教授は機械制御学の第一人者。障害者や高齢者を支援するための研究を進めています。ナルニーの完成まで14年。その間、耐久テストは10万回を超えました。ナルニーを使ってみると、従来の義足に比べて非常にこう健常者の歩きに非常に近い重心の移動を行っているということは分かっています。特に階段上がるとき。原さんは、石松教授の協力がなければ完成はなかったと語ります。とにかく喜んでもらえたので、一番そこが良かったかもしれないですね。ちょっと自信が。来ました。原さんが義足の製作に携わるようになったのはあるきっかけがありました。うちのおじいちゃんが足をなくしてすごく不便そうにしたのが一番ですね。祖父の良一さん、戦時中中国に出兵した際、地雷を踏んで左足を失いました。若い時からずっと義足で暮らしてたんで、階段とかそういう坂道ですね、やっぱり大変そうなのを見てるんですね。もっと簡単にとか思ったんですけど、祖父のような苦労をさせたくない、その思いが原動力になりました。やっぱ義足を履かせたかったですよね。
使ってもらってですね、喜んでるところが見てみたいとか。今月13日なんとかトラブルは、もうこっちの方が感じはいいですよ。原さんは義足のランナー中村さんのナルニーを調整していました。走ってもらいます、少し重たくしたんでちょっと走りやすいと思うんですよね。いい感じになってます。走ったり階段を降りる際のスピードを自由に調整できるように設定しました。笑顔で楽しみ、もうだからやっぱり明るくね、やっぱりやってくれるから信頼性を持って原さんにお願いしてるとか、何でもこう言えば答えてくれるんで、いろいろこっちも注文してればちゃんと答えてくれるんで、すごくいい仲になってますもんね。年は離れてますけど。来月神戸で開かれる学会でナルニーについての発表が行われます。そこでは完成するまでに至った経緯とともに、原さんが目指すこれからの社会の在り方が示される予定です。普通に生活できるような状態まで持っていけるというか、そういう、もう今までの大変さがなくなればいいな。長崎生まれの技術、そこには障害のある人たちの暮らしをより良いものにしたいという熱い思いが込められています。原さんは去年7月まで板金加工の会社に勤めていました。その設計技術がナルニーの軽量化に大きく貢献したということです。この後もニュースを続けます。